俺ついに新居が見つかったんや。おお、おめでとう。入居しました。おお、おめでとうございます。住所は住所はまあ麻布十番。あ、麻布十番。お風呂と、うん、ベランダから東京タワーが見えると。すごいじゃん。なんかめっちゃいい家感がすごい。東京タワーが見えるだけ。2ヶ月ぐらいホームレスしてた。そう。おお。今もまだベッドないからカーテンもないからさ、うん、敷布団で普通に日光浴びながら寝てんだけど、うん、それでもなんか家だなって感じする。あまあ終わってたもんね、お前。なんかいろいろ服も持ってないしさ。そう、最近新しい服とか着ちゃった。おお、ちょっとおしゃれになったんじゃない、うん、でしょ。そんなん持ってたちょっとおしゃれになった。これあのジュキアのブランドのマーマル。へえ。あ、行った時に買ったやつか。そう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 、一緒に。そうなんだ。めっちゃでかいよこのシャツ。ほらコート的なニュアンスで着て。へえ。まあそれはいいとして、うん、ちょっと新居様子おかしい。様子がおかしい。幽霊やかもしれない。おお、換気扇がまず、うん、換気扇の上ね、うん、カンカンカンって なる定期的に、うん、でシンクのとこがボコボコボコって定期的になる、うんうん、で玄関の外もカンカンカンってなるの、うんうん、それがなんかカンボコカンカンボコカン会話してる。そう、ハモネプみたいな。なんかどんどん鉄管住宅じゃない。そうだな。いや、それでなんかこう俺が近づくと止まる。うん、どこが鳴ってんだろうと思って、あ、ここやばいなみたいになってた時に、うん、ドーンドア開いて、うん、バゴーン人入ってきて、うわーみたいな。誰？いや誰かな、それは。いや、マジでいきなりバゴーン入ってきて、うん、でバッチー目あってお前千原ジュニアバッチー目あって、うん、俺こんな顔してたんだけど、うん、あっちも、うん、こんな顔して誰だったの。部屋間違えた。そう、部屋間違えた。いや、まあ、鍵は閉めときゃ。お前鍵は閉めといた方がいい。まあな、うん、視聴者じゃなかった。多分違うね。あ、さすがに。あ、すいませんみたいな。あ、すいませんみたいな感じで。あ、まあ、ということで、はい、ダンじゃない第3回エビラジなんですけど、はい、今回なんとスポンサーがついてくれました。おお、初めて。ありがとうございます。こいつでございます。おお、ここに置いてあるでしょう。リスですかね。リスさん、はい、モッピーです。わかります。マスクしてんの。いや、なんかね、これなんか金箔プレイみたいになってるんで本来ついてないんじゃないかな。あ、そうなんだ、うん、かわいいじゃん。かわいい。まあモッピーは、うん、まあお小遣いサイトですね。お小遣いサイト、うん、はいはいはい、やってたことない、高校生の時とか。ないないない。あ、ないんだ。うん、やってない。なんかアプリダウンロードみたいなんでさ。あー、なんなら社会人1年目の時に俺と藤井めっちゃやってたよ。あ、やってた。オカマイラーみたいな感じでさ。そう俺らこれで生計立ててたよ。こういうモッピーくんみたいな。そんな生計立てれるほどもらえんの。どういうのかっていうと、まあ、だからいろんなサイトに登録して、うん、例えば入会で何々プレゼント、はい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 、はい、でこれで俺らで昼飯食いくかみたいな。いろいろやってたの。ソフトユーザーはアプリダウンロードして何十円とか、うんうん、そういうのでやるんだけど、オカマイラーはオカマイラーっていうのがいい、うん、オカマイラーそんな説明してオカマイラーね。なんだっけ、あれリクマイラー、リクマイラーかな。リクかオカ、なんかそのマイルってさ、飛行機乗ると溜まってくじゃん、うん、それを地上で貯めようぜっていう活動。あ、なるほどね。オカマイラーそれなんかクレカ作ったりして、うんうん、でポイントをそのバッグで貯めてマイルにして、うん、で飛行機タダで乗る。なるほどなるほど。そう、そういう人たちがいるんだけど、うん、そう、確かクレカの信用情報なくて作れなくて積んだ。俺らそれで積んだ。ああ、そうそうそう、作れませんね。クレカいっぱい作ってポイント作ってこうってやった時に、うん、作れなくねって、うんうん、そう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 、失敗しちゃ積んだけど、うん、一時はねめっちゃ調べてた。いろいろやってたな、なんか。そういうサイト、アプリ。そう、そういうサイト。うん。要するにアプリの会社とかから、うん、あのバッグが来るから、うん、そのアフィリエイトの仲介みたいなサイト。だからそれがそのダウンロードした側にも享受できます。なるほどなるほど。じゃあユーザーからしたらまあただお得だよっていう話よね。そう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 。ちょっと頑張れば登録すれば。そうそう、お金がポイントがもらえるみたいな。そう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 、なるほどなるほど。俺らに向かねえんだよな。こまめな人はぜひ活用してほしい。こまめな人じゃないとね。うん、まあアプリとかをこうダウンロードしまくるのは結構大変なんだけど、うんうん、まあ
熱いので言うとやっぱクレカね。楽天カードとかはなんか熱いらしい、うん、1万円とかもらえる。1万円でか。そうだから何が一番熱いですかっつったら、うん、楽天カードって言ってたよ、うん、そうなんだ。まあということで今回ね特別に、うん、あのエビスジャップ経由で行ったら500円もらえるっていうもらったんで、昼飯食えるね、はい、よかったら皆さん概要欄からインストールしてください。ぜひ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 。インストールじゃないか、ウェブかも。ウェブだね。あ、ウェブだ。概要欄から行ってください。じゃあ始めていきますか、はい、最初のお便り、ノビールミルクさん19歳、今童貞なんですが、この前先輩に誘われて人生初ホテルに行ったら目隠し手錠されて、童貞卒業しないままアナルに指いかれて童貞より先に処女卒業してしまいました。それ以来女性怖いんですけどどうすればいいですか。あれスポンサー一応ついてるけど大丈夫いきなり来ましたね大丈夫か。縛られて、指を入れられてで処女喪失してしまったと、うん、いう話ですかね、うん、待って 男で童貞を卒業する前に処女を喪失してしまいましたっていう先輩に縛られて、童貞卒業前にアナル先にやっちゃったって話だよね、うん、そう、うん、まあ、指だから指入れられちゃったみたいな。いい経験だね、うん、てかなんか昔あったじゃんケイスケ。俺はまあ童貞じゃないんだけど、あったあった。先輩とケイスケこうやって横並びにさせられて、うん、四つん這いにさせられてで指を入れられるみたいなあの看護師だっけ。看護師すごい経験だったよ、うん、あの新宿駅、うん、東口かな、うん、出た喫煙所で、まあ、合コンの予定で先輩と行ってたのよ、うん、で喫煙所でこうタバコ吸ってたら、うん、お兄さん火貸してよみたいな、うん、なんかイケイケのお姉ちゃんが話してる、うん、おいいっすよみたいな貸してる、えこの後何すんのみたいな、うん、なんかいやちょっと飲み行こうかなみたいな、合コンあったけどちょっと言えないからさ、うん、よかったら私たちと飲み行こうよみたいな、おお、うん、マジかみたいな、じゃあ合コンキャンセルしてこっち行きますみたいな、うん、でいきなり、まあ、居酒屋かな、居酒屋挟んで、うん、その辺からおかしかったの、うん、なんかエッチとか好きなのみたいな、どういうの向こうからさ向こうからすごい来るから、いやまあ好きっすねみたいな、うん、いや今日あんま特殊なプレイしたことなくてみたいな、うん、って言ったら次カラオケ行かないみたいな、うん、でカラオケ行ったらまず脱ぎなみたいなんで俺らも上半身脱がされてちょっといろいろまさぐられて、うん、もう気づいたらうちよ4人で家に来てて、うん、で気づいたら全裸で四つん這いになってるんでサラダ油かオリーブオイルあるみたいな、うん、でなんか手にベーッと、ね、うわ初めてみたいな、じゃあまず小指から行こうかっていうちょっとあの汚い話が。えどういう気持ちだったそれ、その時は熱いなと思ってた。いや、なんか新体験としては熱いけど、うん、あのハマらなかったね。あ、うん、なんかこれが前立腺かとかいう、うん、なんか冷静に考えてた。あ、なんかあと看護師ってすげえなってその時初めて思ったら、人体を把握してるみたいな、うん、いやてか看護師ってこんなことしてんだっていう。あ、それってさ看護師だからさそれがすごいのかさ、その女が特殊なのかちょっと分かんないよ。分かんないね。俺の中でも看護師イコールエロいになってあ、まあでもね看護師は全員エロい、うん、いやアナルに指入れる教習はないぞ、うん、ないよ、ないと思うけどね。いやそう看護師だからだと思うんだけど、あのなんかさビニール手袋みたいなの持ってたの。 あ持ってんだ看護師すげえみたいな。あそれでサラダ油でこう、そうあ生じゃねえんだ、施術だね、ゴム割りね、うん、ゴム割りだったんだ、まあ、話を戻すと、うん、彼は何を聞きたいんだろう、ね、女性自身になって、まあまあ、そうだね、まあでもケイスケはいい思い出、うん、そうだね、うん、わけじゃん、ね、そう、うん、だどう捉えるかっていう、だこういう時にやっぱ話題にできるぐらいちょっとみんなに、うん、あこれちょっと悩みとして自分で抱え込んじゃってたらちょっと良くないから、確かに。いやてか飲み食いでいいねとなるよな、うん、そんなさレアな経験してるやついないわけだからさ、うん、そもそももう一生 このネタだけで食っていけるよ、ね、る童貞なのに童貞を先に外卒業したらどっかんどっかんもうその時の怖い記憶なんてね元取れますよね、取れます取れます。別になんかあの縛ってそのケツの穴に指を入れてくる女の子ってだからいるわけよね。俺は経験ないけど、うん、マケスケの話とかさそんな聞いてるとさ、まあいるわけじゃん、うん、そうだから別になんかね自分だけやばい経験をしてしまったって思う必要ないと思う。なんか仲間がいると思うレアではあるよね。レア聞いたことない。俺ら
全員で1000人ぐらいいるわけじゃん、うん、その中で1人しかいないわけ。まあそうだね、欲求があるんじゃないか。実は我慢したかもしれない。なんかさ、気持ちとしてはなんか男を蹂躙してるみたいなイメージなんじゃないかな。そう、なんか上だぞみたいな、うん、私が上だぞみたいな、感じろみたいな、そういう感じでさ前立腺を刺激してくるなんか S な女の子。どんな感じだったんだろう、やってみるか。マジでいいか。やばいやばいやばい。サラダ油ある、サラダ油ある。なんかもうここは黒い丸でさ、モザイクみたいな。案件剥奪だったかもしんないよ。お前二度と案件来ねえ。モッピーくんのドラマになっちゃう。モッピー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 。じゃあさせてもらえなかったんだね、逆の方は。うん、19童貞ってさ、ね、俺らからしたら別にいいじゃんって思うけどさ、うん、周りにはいじられるっていう、ね、大学生ね、うん、初体験の時ってめっちゃ緊張したな、うん、あの時にケツに指、うん、それはね、確かに確かに、うん、童貞だからこそこう笑い話にしづらいだろうな。あ、普通に恥ずかしい話じゃない、うん、今はまだ確かにね、まあ、経験積めば積むほどさ、 あんな子っていなかったんだってなって、うん、まあ、笑い話にする余裕が生まれるかもしれないよね。どのぐらいの割合の女性がそういうことしてくんのかっていうのはつかめないもん。一人がそれだと、うん、世の中の女これみたいな。そう、それで言うと絶対レアだから、うん、普通じゃない経験をしたと思ってください、ね、うん、そうだね、うん、初体験のさ記憶とかって俺はもうなんかあのめちゃめちゃ遊び人にさ、うん、もうほぼ襲われたみたいな感じの喪失の仕方だったからさ、そういう風になんかリードされるのが結構普通なんじゃないかな。無理した？あ、まあ俺はお前にちょっと似てるけど、なあ、食われたけど、あ、食われた。でも俺は童貞じゃないふりしてたから。あ、してたんだ、うん、まあ俺もしてたけどね。するんだ。そう、そうなんだ。俺の場合こうやって手持ってかれたんや、うん、こうやってなんか手こうやって上に胸に持ってかれてって、でなんか俺は普通にこれがおっぱいかーって思ってたんだけど、なんか初めてみたいに聞かれたの俺、なんか触ったことあるみたいな、うん、うん、うん、カラオケってしてたのがね、まあカラオケ747のあの日なんだけど、7月13日よく覚えてる。そう、7月13日か、めっちゃ覚えてるんだ。めちゃめちゃ覚えてる。だってもう終わった後あの世界がもう華やかだったの。なんかみんなが俺のこと称賛してると思う。15歳の時、そうリードされるっていうのは結構あるんじゃないかなと思ったけどね。この子は遊ばれたんだ。まあでも可愛げがある子なんじゃない、うん、そうなんか、まあ、M っ気じゃないけど、うん、そう、そういうやつじゃないとさ行かないじゃん。そう、ね、そう、うん、入れられた後どうやって解散したか気になる。縛られるじゃん。ああ、そうかそうか、入れられるじゃん、うん、まあ満足するじゃん女が、うん、何で満足するか分かんない、うんうん、どう終わるんだろうね、その後。確かに確かに、やりたいやりたいやりたいって思ってる。それともう無理ってなってるから。どうなってんだろう。まあその後の話は気になる、うん、まあ次行きますか、うん、行きましょう。政治の話とかない。真面目な話、うん、真面目なの。一回ちょっとねロンダリングしないと。ラジオネーム今田美代にイラマチを。ああインフンでんだ、うん、なんか下ネタかーいみたいな。テンプレのツッコミしてもらっていいですか。あ、分かった。あ、インフンでんだって。違うからそれ。実はエロい女の子の見極め方を教えてほしいです。はあ。実は実は、うん、実はか。そうか。実はっていうと難しい、ね。難しいね。うん、いや分かんない。俺これちょっと物議を醸すかもしんないんだけどさ。うん、基本的に女の子ってさ、男と同じようにエロくない？うん、まあ、うん、あのエッチが好きだよね。うん、普通に、うん。なんかそこをさ、まずさ、あの今田美桜に今田町さ、分かってないんじゃないかなって思うんだけど。うん、なるほどなるほど。そう。確かにね、男と違って隠すのが正義だしな。うん、そう。男ってさ、基本的に全員エロいとさ、あのみんな思ってるじゃん。女も思ってるし、男同士でも思ってるじゃん。うんうん、で女の子ってさ、女の子同士ではさ、あの分かり合ってるかもしんないけどさ、そこは出さないじゃん、うんうん、だから男は女がエロいってことをなんか知らないパターンが多いよね。いや、そうだね、うんうん、俺もね、うん、あの2、30人ぐらいやるまで気づかんかった。そう、気づかんかった。女の子は純粋なものって思ってた、うんうん、まあ、俺初体験で気づいたんだけどさ、エロみたいな。そう、うん、実はエロいっていうのはなんだろう、エロ
くなさそうだけど、エロいみたいな、まあ、まず実は外して考えてみよう。あ、エロい女の子の見極め方。なるほど、エロい中でもよりエロいみたいなね、うん、だから実はってさ、うん、その、うん、見た目は別に派手じゃないけど、うん、清楚系だけど、うん、エロいみたいな、そのギャップが実はなわけじゃん、うん、だからまずそれ抜きにして、うん、どういう女がエロいか、うん、まあ俺はエロい感じにな出してるやつは普通にエロいと思う、うん、まあ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 、それはそうだよね、間違いない、うん、ただゆるいとは違うんだよ。確かにエロいとゆるいは違う、違うよね、違うんだよ、うん、てかエロいってさ、うん、ちょっとむずくない？エロいって、うん、むずいね。エロスってさ、人によってさ感じ方それぞれ違うじゃん。確かに。なんか恥じらいを持ってなんかずっと恥じらってんのがエロいってさ思うやつもいればさ、なんかガンガンさそのケツの穴にさ指入れてくるやつみたいのがさエロいって感じる人もいるわけじゃん。だそこがちょっと難しいとこよね、うんうん、エロいって何なんだろうね、このイマラチオにとっては。じゃあケースとして、うん、あの、まあ、今田美桜さんがいます、うんうん、そのいざ行為になった時に、うん、こんな激しく積極的に来るんかっていうのを、うん、もうほんとエロい女とするなら、うん、なんて言うんだろうな、その行為に至る前ってどういう人なのみたいなのが知りたいんじゃない、うん、はあ。蓋開けたらドエロだけど、うん、その日常生活どういう人、うん、どう隠してるのみたいなのが知りたいとかじゃないのかな、なんとなく、はい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 、なるほど。あ、じゃあ俺提言するわ。提唱するわ。オッケーオッケー。2種類います。うん、僕的には、うん、まず、うん、裏表がない子、うん、あ、ちょっと開放的な感じで、うん、あの明るい子、うん、これエロいです。おお、でもう1種類、うん、自己肯定感が低い子。うん、ああ、はい、こういう子は、うん、その行為に意味を求めてるパターンがあると思ってて、うんうん、その必要とされてる感。うんうん、だからエロくなる。エロくなる。あ、ちょっと俺のビッグデータだとそう出てる。ああ、でも自己肯定感低い子は確かにそうだわ。うんうん、すげえピンポイントで思い当たるんだけど。ああ、名前が出てきちゃったな、頭の中に。そうだね。ビッグデータとかいつでも一人で。まあ俺のビッグデータお前らも結構持ってる。そうだね。共有されてるから。うん、でもまあ俺自己肯定感低いことすんのあんま好きじゃねえな。俺はあんまエロスを感じないかもしんない、うん、そこまで、うん、なんかねちっこいじゃん。そんなことない。自己肯定感低い子。ビッグデータ対決だから、うん、そのどっちかっていや別になんかそのエロいかエロくないかみたいな話してない、うんうん、普通にあんま好きじゃないから俺はエロスを感じない、うん、ああ、うん、いやいろいろいると思うよね、自己肯定感低い中にも、うん、なんか低いからすごい謙虚な子もいるし、うん、低いからすごい欲しがるめんどくさい子もいるわけ、うん、はいはいはい、はい、言って欲しいんだろうなみたいなのをずっとさ、うん、会話で言ってくるタイプの子いるし、うん、そういう子疲れるけど、うん、控えめな子もいるわけよね、うん、うんうんうん、私なんてみたいな感じ、うん、そういう子はいいいいいい、あ、エロい、うん、エロい。じゃあ控えめな子が当てはまるのかな。いやどうなんだろうな、うん、もっとなんか分かりやすい特徴ねえかな。なんだろうね。ちょっと提言待ってるよ。提言。俺は、うん、結局経験が多いやつの方がエロいと思う。ああ。で、まあ、パカズ踏んでる。どういうやつがパカズを踏んでるかって、うん、これ結構田舎のやつだと思ってて。ああ。そう、田舎って遊ぶ場所少ねえから、うん、もうある程度年いったらセックスしかしない。うん、あ、そう言うよね。うん、まあ確かに。子供できるの早いのはそうだもん。うん、その結果やっぱ経験が多くなって。うん、まあ、自ら求めてもいいんだって言って、うん、自ら求めてきて男からしたらああ、うん、でなるじゃないか。なるほどなるほど。確かにそれはそうだよな。俺も経験多い方がやっぱエロいと思っちゃう、うん、エロいから経験多いって説もあるけど、バカズは確かに俺はうんあると思うな、うん、田舎出身の子、青缶ばっかし偏見だよ。どうなんどうなん。いやーどうなんだろう。だって俺さ、うん、こっち来るまでもうあれよ、うん、すごく真面目な男性だったから、ね、いやまあそうだね、うん、てかまあ確かに確かに、あのね、高校までは、うん、その二股とか絶対許されねえぞっていうなんか空気感なわけ、うん、浮気とかもちゃんと彼女一人を大事にする男が、うん、
理想みたいな、うん、だからなんか誰もさあ、まあ、中にはいるんだけど、うん、すげえ手出すやつも、うん、結局あんまなんかなかったかもそんな、うん、大学なってからなんじゃないかなやっぱその地方もそうなの。いやそうか、ね、俺のイメージと違うわ、うん、いや高校まではさ、うん、そういうの普通じゃない、うん、なんか真面目なのが正義、ま、真面目が正義みたいな。え裏でやってたりしない別に。なんか蓋開けたらお前そんなことしたのみたいなやつはいた、うん、2,3 人。あ保健室の先生とやってるやついて、やべえか、あ大丈夫か大丈夫びっくりした。大学になってから聞いたの、うん、なんかそのいろんなやつともやってたけど、うん、一番あれだったの保健室の先生。あそれ思い出の子ね。わてか俺の友達いたわ、いいの食堂のおばちゃんに。羨ましくないけど、いや、まあ、食堂のおばちゃん、忍たま乱太郎のおばちゃん出てきた今。そう、食堂のおばちゃんにベロベロにさせられて、うん、気づいたら上で揺れてた。高校生、高校の時のおばちゃんなんだけど、うん、それをが行われたのは大学1年生の時、うん、って言ってた。あ、そうなんだ。そう、まあ俺男子校だからさ、内部でなかった、全くね、うん、そう、だからなんかそんなことあったんだみたいな。男女ってすげえな、すげえな、うん、そこも行くんだ。俺は積極的だなって思うのは、まあ前戯します、うん、で入れるスイッチがあっちだった。あー入れてみたいな、入れてだったり、うんうん、もう上から乗られるみたいな、うん、あ時はあこっちタイプねって思う。なるほどなるほど、好きなんだって思う、ね、で入れて言ってくるのは確かにさエロいよね。うん、うん、てか俺はすごいさ興奮しちゃうんだけどさ、うん、入れてって言われると、うんうん、あとさその前戯をしてる時にさなんか向こうも向こうで触ってくる子みたいな、うん、はエロいよね。あ、うんうん、なんかただされるがままじゃなく、なんか確かに、ね、触ってくるみたいな、うん、それは俺は嬉しいな。嬉しい、嬉しい、ありがとう。結論嬉しい、結論嬉しい。でも結局そういうのもさ爆発だと思うんだよ、うん、なんか分かんない子ってさ、うん、多分さその入れてって自分が言うのは恥ずかしいことって思ってるかもしれないし、そうだね、そうなんか自分からそのされてる時に自分から触るのどうなんだろうって思ってるかもしれないじゃん、うん、でもさ教育する男がいるわけじゃん、うん、俺が触ってる時触ってみたいな。絶対いるよな、いるいる、俺やそう。教育者いると思うんだよね、うん、なんかねその突き抜けたテクニックを保持してる方々ってさ、うん、あのピカイチュの容姿じゃないんだよね。なんかあ確かにめちゃくちゃ、うん、うわもう輝いてる女性だなって感じじゃなくて、ほんとおとなしそうな、うん、それこそ黒髪とか、うん、の格好なんだけど、うん、ふと開けるとやばいみたいなのが、うわてかそうだ、うん、あのピカイチュに可愛いこの次の次ぐらいの、うん、あの子がエロいっていうデータはあったわ。そうあるよね。だから結局これが生存戦略。そうそうそう。どう？面白いんだもん。だからその顔じゃなくて、うん、テクニックがすごいからリピート率が私は高いんだみたいな風にしてきてるので、確かにね、うん、またちょっとやりたいなってなる。なる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 。うん、平和なトピックいきます。お願いします。はい。ラジオネーム春から FJK さん。 FJK ファイナル JK か。ああえファーストじゃない、ファーストラストラストか、ラスト、うん、ファイナル JK ってかっこいい。最後の一人みたいな。この春から高校生活がスタートします。そこで私はオナチュの人がおらず真新しい環境に飛び込むことになるので、友達ができるかなど不安なことが多くあります。そこでエビジョの皆さんに相談です。友達や先輩と関わるときに一番大切なことは何ですか。はい、平和な質問です。平和だね、うん、深いけどね、深いけど、うんうん、俺高校の時オナチュいなかった。俺はまず小学校から中学校に上がるときに、あのもう神奈川県民が3人しかいなかったから、うん、そうもう友達ゼロの状態で飛び込んでったね、うん、俺も同じよ、一人だった。石田しかいなかった。あ石田しかいなかった。友達と関わる時の大事なこととは言ってるけど、うん、その新環境に飛び込む時のコツみたいなことだよね要は、うん、あんま考えてなかったな、立ち振る舞いとか。ああ俺でも結構覚えてるかな、中学校始まった時ぐらいは。まずその騒ぐやつがいるんよね、うん、なんか目立とうとするやつ、うんうんうん、そうそいつに近づいてみるっていう、うんうん、
そう面白そうだからちょっとなんか近づいてみるっていうのをした記憶がある、うん、中学校1年生の時に、うん、そう結果なんか深掘ってみるとマジで大したことないやつなんだけど、うん、その人前でちょっと目立とうとするっていうのがまあそいつのいいところなんよね、うんうん、そうだからそこにちょっと近づいてみるとなんかちょっと他にも近づいてくるやつがいるから、うん、そいつらとちょっと仲良くなったりとか。俺も2回転校してるからさ、うん、結構新環境は慣れる、うん、結局場の流れに任せてた気がするな。場の流れに任せて、うん、その藤本さんが出来上がるんですか。教室のなんか地下とか入ってセックスしてるような、うん、そうだね。やっぱ周りの顔気にしてたらそんなこと言うの気にしてないの。まあでもお前は結構さその話しかけられたんじゃない、いろんな人、うん、なんかいろいろさ言ってるわ。よく週一で自慢してるやつ。そうそう週一で自慢してる話あるじゃん。なんか転校したらなんかあの窓にもう女子が張り付いて転校生かっこいいみたいな噂をされてたみたいなさ、うん、嘘吹いてんじゃん。やめろよその話。結局さその最初の方にさあの話しかけて仲良くなるやつとかってさ、うん、なんか俺続かないんだけど。俺も続かなかった最初の方仲良くなったやつは、うん、なんか結局喋んなくなってったら、うん、俺中高一貫だから6年間一緒なのよ、うん、だからもう最終的にもう目合わせても別に挨拶しないぐらいの関係なんですよ。そうなんだ、うん、あるよね。あるあるある。一回よっともになってさ、そう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 、でよもう言わなくなる、うんうん、最終今もその友達でいるやつって出会ったのがまあてか仲良くなったのが中3とか高1ぐらいの、うん、なんか中間ら辺で仲良くなったやつ、うん、確かにね、が残ってるんよ、うん、だなんか最初なんかさ漫画とかアニメとかだとさその入学式で話しかけてきたやつがさ、うん、もう親友じゃん、うん、っていうことって起きないと思うんだよね俺。あんまない気がする、うん、そう会う会わないもあるし、最初はただそのなんて言うんだろうな、なんかぼっちって見られるのが嫌だったらまあとりあえずその辺のやつとつるんで近いやつ、ね、そう飯食って、うん、まあ我慢しながら飯食ってでだんだんその友達のつながりとかで会うやつがあこいつ気合うなってやつと、うん、やっぱ親友になったりしていくから、うん、そうよ。交流イベントがめっちゃ多いからね、なんか体育祭とか文化祭とか、うんうん、その辺でマッチするやつが出てくるでしょ。そうだね、部活とか、うん、ほ本当にあれだよね、目に見えるやつ、その近づいてきたやつ、話しかけてきたやつと一緒にいれば最初はいいと思う、うん、俺は、うん、なんか男と女で結構違いそうじゃない、まあ、確かに確かに。男ってさ、うん、なんか我関節オーラ出してもなんとかなるし、うん、女の子の方がなんかコミュニティ大事にしてる感じがあるから、うん、JK だもんな、うん、なんか大事、センシティブだね時期は、うん、でもやばい死ぬとか言っとけばいいんじゃん。やばい無理無理死ぬって言っとけば友達できるし。どうなんだろうね。できるかも、うんうん、もう俺ら JK の話は分かんなすぎてさ、うん、ガオトースコは淘汰されそうだな。なんかもう、うん、共感力高い子が生き残るじゃん多分。あ分かる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 みたいな、うん、いやもうもっと言うならあれだよね、もうTikTok バズらせればさ、あもう全て解決する話よね、まあ、今の JK とか今の JK は違うだろうね、そういうのあるから、うん、数字持ってもうなんか社会みたいになってる数字持ってるやつが全てみたいな。確かに高校もそうなのかな。うん、なんか最悪友達できなかったらさバズる方法は常に考えるしかもさぼっちになるじゃんそれ。バズなかったら TikTokカーとして強い高校みたいなの知ってる？あんの？あるある、なんか神奈川のなんかランキングになってるんだ。はいはい、多分フォロワー数で高校みたいな。なんかすげえ時代だよ。どこだろ、気になるわ。神奈川出身として。神奈川強かったよ。うん。なんか漫画みたいだね。うん。強豪校。うん。三区フォロワー数10万。フォロワー数150万。かなって。ざわざわつくよな、そんな新入生入ってきたら、うん、で先輩とかにそういう人がいたらさ、めっちゃ憧れの的だよ。確かに確かに。だもうちょっと俺らの時とは世界が違うかも、うん、オフラインのさそんなさ細かい立ち振る舞いとかもう関係ないかもしれないそんなか怖いな。ちなみに先輩っていうのも書いてありますね。ん、先輩と関わる時に大切なことってのは、ああ先輩付き合いみたいなことかな、うん、俺高校の時はマジ下手だったな。下手っていうかもうずっと下手だったな、うん、中高は
そのタメ口で喋れる先輩としか仲良くできなかったから俺は、うん、そうなんかさちょっと闇みたいになっちゃうんだけどさ、俺いじめられないんよ、イケメンすぎて嫌味みたいじゃん、嫌味になっちゃう。いや事実として、うん、そうファクトね、うん、あの先輩が、うん、あの強く言いやすい後輩っているじゃん、うん、で先輩ってそういうやつの方が可愛がるのよ、うん、そう俺みたいなやつはもうなんかあの叩けないし、うん、そう悪口も言えない、サッカー部の先輩とかもそうなったんだけど、もういじりづらくてしょうがないみたいな、うん、そうむしろ脅威みたいな感じの、むしろ脅威は言い過ぎだ、言い過ぎだ、言い過ぎだ。いや俺もだってフォロワー数何百人、うん、森山ミクシーあ一応の走りだったから、そうなんかミクシーとか、あーそう、まあ、全略プロフのフォロワーみたいな、うん、あるんだけど、そういうのでちょっとなんかあの異質な存在ではあったから、うん、なんかそういうやつだとちょっと先輩付き合いが苦手になっちゃう、うんうんうん、そう森山後輩力高いけどね。あそうそ う, そう実は高いんだけど、うん、その先輩が遠慮してくると俺はいけなくなっちゃうから、あそういうこと、そうそうそう、なんかグイグイ来る人の方がむしろいいかも、うんうん、なるほどね、うん、でもなんか生意気言って許されるポジを取った方が楽だと思うけど、まあね、うん、俺大体そうなる、うん、俺もそうだな、だろうな、うん、一定のリスペクトを持ちつつ、うん、舐めるとこで舐める、うん、が距離が短く、うんうん、なんかただリスペクトしてるとただの後輩になっちゃって、ね、うん、舐めてるだけだとうざいやつになるから、うん、リスペクトを置きつつ、舐めるとこ舐める、うん、で俺やってきた体育会系のコミュニティを、うん、確かに確かに、女の先輩ってどうなんだろう、いじられたくないんじゃない確かに男女絶対違うよね、うん、違うな、うん、仲良くしたいっていうさあの感覚を持ってる人だったらさ、多少のそういうのは許すしさ、むしろ嬉しいって思うのは別に男女変わらないんじゃないかな、うん、なんかでもさ、その男の先輩いじるよりもさ、うん、女の先輩いじる方がさ地雷が多い気がしない？いやそれはそうね、そうピッみたいなやっべやっちゃったみたいな今日は化粧濃いっすねみたいな次の日から靴にガービョン先輩付き合い、まあ、ケイスケが得意なんじゃないですか。ケイスケ得意なんだ、うん、なんでだろうね、気持ちいいことを言うから、相手がどこで覚えたんだろう、わかんない、俺本当に苦手だったね、うん、あ高校生までむしろ先輩とか後輩とか苦手だったね、あ接し方がわかんないみたいな、ただし高校生まではね、多分先輩も先輩で苦手だと思うんだよね、後輩にどうすればいいかみたいなのが、うん、みんな練習中じゃない。次いきますね、はい、ラジオネーム昔ゴムを財布に入れてるのが粋だと思ってたミンさん。元職場の一つ上の女上司でよくお世話になっていて、職場を辞めてからも月1ぐらいでご飯に行くくらいの関係性なのですが、向こうは自分のことを多分ただの仲のいい後輩くらいに思っています。今までの関係性を壊さずにスコることは可能なのでしょうか。皆さんの天才突破、顔面突破、泥酔突破、脳筋突破、それぞれの突破方法を教えてください。はあ、脳筋突破始めます多分タグなんだまあ脳筋突破的には腹パンダメだ、首チョップで気絶して、交換が見えない速度のシュート大前提壊れちゃうよな、うん、まあスコれたら壊れないよ、うん、スコれなかったら壊れるよね、うんうん、関係を壊さずにって思ってる時点で多分一歩踏み出せない。そうだね。でもまあなんか2人で飲みに行ける関係になったらさ、うん、別に酒を言い訳にできるわけじゃん、うん、うん、だからまあ本当に自分の気持ち次第よね、うん、今日行く今日行くみたいなそういう日あるからさ、やっぱ俺もあの鏡でやるもん、やるいけ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 る、しかも付き合いたいとかでもないんだろうな、うん、やりたいやりたい、あお盛んな時期だ、やっぱその言えない気持ちはすごいわかる、うん、言えないよね、言えない言えない、うん、そう、まあその中でもおすすめはやっぱ泥酔突破ですかね。いや俺もそうだと思うな、泥酔突破かなやっぱ、うんうん、もうお酒っていう言い訳を縦に突き進むしかないよな、まあ、お互いに、お互い、そう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 、うん、今の関係性で何かきっかけを作るとしたらもうバカになるしかないんだよね、うん、そういろいろ考えちゃうとやっぱ踏みとどまってしまうから、
そうお互いにたくさん飲んで、いやもうちょっと今日はめっちゃ酔っ払いました、うち来ます行くもうジャブうちとしてはさ、今のちょっと職場でうまくいってなくて、うん、この日ちょっと一緒に滝飲みしてくれませんみたいな、うん、もうお互い次の日のスケジュール空いてるの確認して、あもうバチバチ飲むしかないんじゃないですか、うん、滝飲みって言うんだ、あ俺はね、あそうね滝飲み滝飲み滝飲みいいかもね、うん、まあワード大事だよね、ワード作ること、うんうん、そう、あ滝飲みってワードあるんだ、うん、じゃあやってもいいかいや爆飲みしましょうって言われるよりさ、うん、滝飲みしましょうって言われたらさ、うん、なんか滝飲み断るのやぼじゃね、うん、マイルドだよね、うん、言葉が、うん、いつか切れるじゃんその上司と、そうだね、前職の上司で男女ってなったらさ、うん、いつか切れるよ、うん、自分も結婚するかもしれないです、あっちも結婚する、うんうん、切る、それを早めるだけミスったとしても、そうだね、そうだね、うん、昔なんかデータあったよね、そんな会ってからの時間がさ経過すればするほどやれる確率が下がっていくみたいなデータあのエビジャ調べ、ここが違う違う違う、エビジャ調べ、いや俺ら、そ俺らじゃないよこれ発祥は、そう、そうなん、確かあの藤沢和樹先生だった気もする、あただ会ってはいるんだよね、うん、だまあことやれに関してはこの積み上げ型じゃなくてもう早くやっちゃった方がいいっていうのが、うんうん、まあ俺ら理論だよね、まあ、1回目2回目3回目どんどん確率は落ちていくね、そうそうそう、4回目ぐらいからもう無理かな、うん、付き合うならまあ別として、そうだね、うん、世界線が違くなっちゃうけどさ、1回目でもしかしたらいけてたかもしんないけど4回目でさ断られたみたいなさ、うん、のはさあるのかな、やっぱあるんじゃん、あるしょ、いや俺もなんかそういうことあった気がするな、うん、なんかこの子は大事にしようみたいなんで、うん、ずるずるって結局何もなかったみたいな、うん、うんうん、大事にするのってさ、やった後に大事にすればいいと思わん、まあそれはね、うんうん、やんないとさ、うん、心なんて開けねえから、そりゃそうだよ、うん、そりゃそうだな、うん、関係性を壊さずにっていうとこは諦めよ、うん、諦めだね、うん、それ偽りの関係性だと思うんだよね俺、だって本人はやりたいと思ってるわけじゃん、うん、やりたいのにこのなんか仲間仲良くしてる友情関係みたいなのってこれ偽りじゃん、そうだね、そうかな、この偽りじゃん、偽りだよ、偽りだよ、いやどうだろうな、そこで結構あるケースだと思うけど、うん、うんうん、結構あるんじゃない、そう本当はただやりたいだけなんだ、うんうん、そう、それをごちゃごちゃ言い訳して、うん、なんかちょっとなんかあの信頼されたいみたいな、うん、なんかわけわかんない感情が出てきてしまう今状況ね、うん、そう、その偽りの関係をもうぶっ壊すだけやん、うん、そう自分に正直になってぶっ壊すだけやん、うん、その結果あの関係壊れてしまった、うん、そしたら反省して次行けばいい、うん、そうまたやりたい子探せばいいそうだ、ね、だやりたいんだもん、まあ、多感な時期に合わないんだから、そうなおさら行きやすいよ、うんうん、気まずかったりね傷ついたりすると思うけど、うん、そうやって強くなるからね男は、うんうん、そうだね、うんうん、あるよな、うん、何回断られたか、うん、なんか3回ぐらい飯行って3回目でとかであったな、うん、ダメだったこと合わなきゃなったな、いっぱい課金したりするよな、課金したね、懐かしい、森山課金しまくってたよ、なんかネックレスあげたりとか、あそう、あブレスレット、ブレスレットが、そうブレスレット、あのしかも倍まで中古のやつあげた、どれどれどれ今ね思い浮かべてた、うんうん、そうあの子もね、うん、あの大事にしすぎたかなっていう、ああそうだ、まあ、あの最初に言ってたら多分大丈夫だったなっていう、うんうん、いやなんかさあっちも勢いでいけなくなると思うね、3回ぐらいまで、うん、いやそうなんだ、もう付き合わんとみたいな、そう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 、でもここはもう関係性がかなり出来上がっちゃってます、そうだね、いやまず前提俺はもう結構厳しめだと思うわけ、うんうん、その法則的にね、うん、何回も会ってると厳しい、うんうん、でも職場の先輩と後輩として会ってるから、うん、男女としてはまだ1回も会ってないっていう説はあるじゃん、うん、ああだから滝飲みして、うん、えーってなったら、うん、もうそこが1回戦かもしれない、なるほどね、もともと職場で、まあ、同僚で、うん、でなんかもろもろ経てなんかいろいろ別と付き合っててなんか再会して付き合って結婚するみたいな、うん、パターンとかってあるわけじゃん、前職の先輩それで結婚してる、うんうんうん、なんか大学の友達とかでもいなかった、なんかさあお前らそこ戻ったんだみたいな、うん、そこに戻るみたいな、サークルのいるいるいる、そう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 、君とか、うん、期間が空くと逆にエロいんよエロいんだ、そう逆にエロいよ、逆にね、そうそうそう、
てかまあなんかいろいろ経験した上でやっぱこいつってなるのかもしんないし、すげえいい相方だなそれ。そう、だもしかしたらここで断られてもあのいつかあるかもしんないね。確かに確かに。5年10年経った後に、うん、まあ行かないと損ってことよね結局、うん、あのあれでしょ、背中押してくださいってことでしょ、うん、壊しちまえ、行け行ってこい。まあこのままだとあのどんどん下がっていくし、うん、今行かないといけないよっていう話よね、うんうん。ラジオネーム最後の宴さん、今会社員3年目です。好きな趣味があってもうちょっとでそれだけで食っていけそうなんですけど、いざ仕事を辞めてそれだけで生きていく勇気が出ません。皆さんは仕事を辞めるときにそういった葛藤はありませんでしたか？お、これは3人への質問なんじゃないですか。ああ、俺不可抗力不可抗力不可抗力、まあ不可抗力ではあったけど、うん、それでも選べたわけよ会社のルート。ああ、いや、ちょっとお前らとの関係知識に選べなかったかな。ああ、そう。さすがに、うん。いや、もうなんか、あの、辞めること前提で考えてはいたけど、うん、その、大丈夫かなっていう心配はあった。うん、うん。そう。その、動画全部消せって言われてたからさ、俺、うん。動画全部消さないと会社に残れない状況だったんよ。うん。でも、十何本も上がってて、で伸び始めてます、ね、うん。そう。それでさ、すまん、決しては俺は言えない。なるほどな。そうだ、どっちが気まずいか考えたときに、うん、会社のほうがスポッと切れんなと思って会社を切ったっていう感じ。確かにな。そう、森山そうだね。うん、不可抗力。葛藤してたよね。葛藤してた、うん、なんか3秒に1回ぐらいさ、レール降りの怖いよー森すぎ森すぎ一日中言ってた一日中言ってたよね。うん、言ってたな、うん、そうだね。まあ悩みはするよね。別に食っていけるかどうかは考えなかったかな、うん、葛藤はあったけど、まあいろんな理由で踏み出したということですね、森山さんは。そうじゃない、一度きりの人生、うん、楽しんだ方がいいよ、うん、会社員をずっとやるっていう選択肢がなかったから、そもそも、うん、今かって感じだったけど、うん、で怖いよ怖いよとはなったけど、うん、まあいいタイミングなのかなと。キスは俺これみんなにあんま聞いたことなかったの。いやもう動画にもしてるってこと、うん、いやまあしてるけど深くは聞いてない。ケイスケはさらっとやめてきたって俺は思ってるけど、うん、なんかあったの葛藤みたいな。いやあんまなかったかな、まあ、うまくいかなかったら舵取れるだろうぐらいの気持ちでここまで、もう30歳なんだけどさもう行くとこまで来ちゃったんだよだからその まださ、うん、なんかいろいろできんじゃんって思える年齢も良かったのかもね。うん、あんまりなんか26か26だね、26ぐらいか、うん、いい年だな、いい年だいやでもね26は結構俺いいタイミングだったなと思うな。なんかもっと早く YouTube 始めとけばみたいな思ったことない、うん、そう経験してきてよかった。確かにで26で YouTube 始めれてよかった、うん、もっと早めに YouTube とかもないかな、うんうんうん、まあ18からね有名だったらもうちょい一般人感はなかっただろうね、うん、そうだね、うん、26まで一般人だからこその雰囲気ってあると思う、うんうん、この落ち着き、うん、落ち着いてるか落ち着きではないだろうまあなんかそういう話もできるしさ、元会社の話とか、うん、普通の大学生できたのは良かったよね。そう確かにね、うん、なんか今だったら炎上するような大学生じゃん、うんうん、時代も良かった、うん、あの頃 SNS が今ほど表に立ってなくて良かった、うんうん、確実にやられてたわ。確実にやられてたよ、確実に何度もとても言えたような内容じゃん。タクは俺は結構悩んだよね。悩んだ、うん、悩んだね、うん、でも結局、まあ、決め手はあその後悔、今その辞めなかったら後悔する日がいつか来る、もうこれだけだった。これ、うん、これが一番でかかった、うんうん、後悔するかもみたいな。そう、うん、後悔したくないなが一番でかかった、うんうんうん、そもそも趣味でも食っていけるようになったっていうこの人はもうすごいよ、ね、すごいことだ。じゃあもういいんじゃないって思っちゃうんだけど、うん、俺らよりだいぶ慎重なタイプ、うん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 、それはすごいことだから、それが普通に振り切るべきだと思うんだけど俺は、うん、そうだね、うん、いや俺もなんかね、みんなヒロトとか辞めさせるときに俺すごい悩んだよ、うん、ヒロト辞めさせていいんかなって、うん、子供2人いるし、うん、でもその時に、まあ、ヒロトに言われたのは、別に優秀なやつはいつでも再就職できるって、うんうんうん、だからそんな一生食わせなきゃいけないみたいなのを考えなくていいよみたいに言われたり、うんうん、だから別になんか、ね、インフルエンサーになるとかそういう不可逆なことしようとしてるわけじゃないから、うんうん、なんか
辞めちゃってもいいんじゃないって、うんうんうん、またうまくいかなかったら会社員に戻ればいいし、うんうん、戻れないものもあるもんな。それこそインフルエンサーとか、うんうん、もう名前が出ちゃってるから、うんうん、戻れはしないんだよね、うん、まあ逆に戻れるかもしれないけどね、うん、今俺らが不動産のさ賃貸の仲介の営業とかにさ、うん、就職したらさ、うん、超強いじゃん、うんうん、ね、強そうだよねだってさ、あのヘズマも就職できるんだぞ確かに確かに別にインフルエンサーだからって関係ないとは俺は思うんだけどね、うんうん、まあねまあね、そう、むしろなんか名前が売れてた方が、うん、その欲しいっていう企業ってさ、うん、あるかもしんないし、うんうん、そう、別になんか人生こう一回舵切ったらもう直せませんよみたいな、うん、ことではないとは俺は思うな。そうだね、うん、まあ、結局正解にするしかないからね、うんうんうん、そうだ、正解にできればその過去の失敗とか全部肯定できるから、うんうんうん、そういうマインドになれるならやめちゃってもいいんじゃないですか。そうだね、やめるべき、やめるべき、やめるべき、やめろ今すぐやめろ、明日やめろ、明日そしててっぺんを目指せ趣味でということでやめましょうということで、はい、やめましょう、説明しました。ラジオネーム富士リスペクトマン、もうすぐ就活を意識する年齢になってきましたが、どんな企業に行けばいいか分かりません。なので皆さんが思うモテる企業を教えてください。モテたいんだね、モテたいね、ああ。肩書きモテしたいんだね、肩書きモテか確かに、どんな企業に行きたいか分かんないってなったらモテるとこ行くしかない、うんうんうん、まあでも俺らの時と違うかもしんないもんね。俺らの時もなんかもうさ、商社、広告、テレビ局、うんうん、そんなんやな、うん、まあそこら辺がまあ強かったよね、うん、今どうなんだ。いや今もモテるぜ絶対。まあ今もモテるだろうし、うん、変わってないと思うんだけど、うん、なんかコスパいいモテはあると思う。だって三菱商事行こうとかさ、うん、キーエンス入ろうとかなったらむずいじゃん、うんうんうん、でも AI の会社入るってなったら別にむずくないと思う、うん、でも俺 AI の会社モテると思う今。あ、そうなんだ、うん、なんかすごい最先端のとこにいて、うんうん、よくわかんないけどすごいんだろうなってなるじゃん、うん、あ、俺はね、俺ではない、俺はそれ繋がんないな。お前会社員じゃないか分かんないと思うけど、うん、そう、もう、その女の子分かりやすいものが、そう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 、男目線のすごいは、うん、多分 AI とかは多分生まれると思う、うん、今の藤の感情 で、うん、でも女の子からしたら、うん、ちょっとね、まず AI でちょっと陰キャのイメージが多分出る、うん、へえ、あと、なんか、その仕事の話とか多分してほしくない。してほしくないよね、うん、そういう場で。そう、そんな難しい話されても、へぇーって。いらないと思うんだよ、会話で。そう。だからまあなんか、俺らからしたらすごい面白そうな企業入ったなって思うけど、うん、その、こと合コンとか、モテで、その飲み会とかにおいてのモテだと、ちょっと弱いかな、うん。うん。やっぱ知らないといけないよね。うん、そこの会社は、だからなんだろう、学力高いけど、モテない会社みたいな感じで。うん、あ、で大学、うん、なるほど、だからどこだあるじゃん、たまに、うん、宮廷大とかさ、なんかすげえ頭いい、慶応より頭いい大学なのに、うん、なんかモテないみたいな、うん、みたい な、 なるほど、なっちゃう気がするな、 AI みたいなポジションは、うん、確かに東工大から AI の会社とかモテなそうだ、ね、そうそうそうすごいんだすごいんだけど、すごいんだけどみたいな、うんうん、確かに分かる人にしか分からない、うん、みたいな。だったらあれか、もう年収はそんな高くないけど有名みたいなところの方がいいのかな。うん、の方がいいと思う。まあイメージもあるけどね、うん、そう、なんかなんて言うんだろう、まあ企業名も別にさ、出してもしょうがないんだけどさ、うん、なんかお菓子のさ、うん、あの会社でみんな知ってるみたいな、うん、とかでもちょっと微妙な気がするよね。なんか合コン市場はあるさ、うん、うん、バンダイとかなんかおとなしそうな男性も多そうじゃない、うん、そう、イケイケゴリゴリ感があるの、やっぱ商社、広告、テレビとか外銀とかね、外銀とかね、うん、まあ電波がやっぱ強かったかな、うん、イメージ、まあ、それはそうじゃん、うん、多分この質問してきてる人も分かってるじゃん、うんうん、だそこに行けないとしたらの話、あ、正直行けないんだとしたら、うん、もうその、 あのタグモテするっていう選択を諦めた方が俺はいいと思う、うん、なるほど、うん、無理だよ、うん、なんか地方だとわりかし入りやすい銀行、銀行でもモテるみたいな、銀行ね、聞く、そのそうかそうか、そのトップレベル地方で戦って、うん、この子がどこにいるか分かんない、うん、それあ る、 あるよ、ね、地方の銀行員は結構強い、うん、なんかまともな人っていう、うん、いいイメージで、うん、結構遊んでたイメージあんな、
確かに安定っていうのはね一個のモテ要素だから、うん、まあ、東京で勝負できないみたいのはその別に地方では勝負できることはある。札幌って言ったってスーツ着てるだけでモテるみたいなさ話あるよね。 あるある、うん、そうやば札幌すごそうだから別に銀行員でもいいし、まあ割と何でもいい、ちゃんとした安定の職業を持ってれば、うん、まあリクルートは結構コスパいいぜ。ああコスパよく持ってるいいかもね。そうだね、そうリクルート良さそうだ。もうモテそうなやつが多いじゃんまずね、うん、リクルート、まあサイバーと一緒だから、うん、まあ困ったらリクルートに入ればいいんじゃないかなでもモテるってさ、その場に行けばモテるかどうかとさ、その場があるかどうかは別じゃん、うん、その場を開くためのあれでしょ、うんうん、だリクルートとかサイバー行っとけばイケイケなやつがいっぱいいて、うん、今日は合コンしようぜみたいになるから、うんうん、必然的に分母は増えるんじゃない、うんうんうん、でも全然やっぱあったよ、その向こう銀行の全員銀行のパン職受付かな分かんない、うん、55ぐらいのエアビー合コンでもなんか華やかそうあったよ。あそれマッチングするね。大阪まで俺わざわざ新幹線で行ったもん。あ大阪でその合コンが開かれるって言われたから。あそうなんだ。関西のやつが開いたんだけど、うんうん、なんか聞いたことあるな。あのブログがいたやつでしょ。そうあ今日ブログがいたあんま言っちゃいけないかもしれない。あんま言っちゃいけないんじゃない。これ以上はあんま言っちゃいけないかもしれない。何マッチングしたか当てね。あ合コンで、うん、2だね。2だね。どうなったら2じゃん、うん、2だ、うん、3か4だね。おぉマッチング率高い。すごいすごい。その時の合コンは結構まあ荒れてましたと。うん、そう。で、まあ朝起きて、うん、で、なんかみんなでなんかコーヒー飲みながら、うん、え、昨日誰と誰がやったの？あまあ俺が切り出すみたいな。うん、したらなんか、こんな。秋代？ん？秋代それ。秋代は真っ先に行ったね。あいつは、筋肉と、もう飲んでる時に、うん、もう、気に入った子なんか部屋にも連れ込んで、うん、もうガタガタ言い始めて、うん、もう言うなでなんかもう誰も入ってこないようにベッドでもドアをガンみたいな、うん、筋力に多分小指で動かしてるベッドドンってそう秋代運が悪かったな。森山は YouTuber になってしまったよ。そうだぜ。こいつは拡散力を得ちゃダメ、うん、俺の前でそんなことしちゃダメよ全然いいと思うよ昔の話だもんね。めちゃ昔の話、うん、もうあの結婚してるけど秋代もう、うん、そうなんだ。そうなの。結婚してる結婚してる、もう昔の話だよ。でもおかしいよね、一日のルーティンにそれ入ってないの。確かに ね確かにベッド動かしていきます最高の一日にしましょうまあちょっとこれ以上やると秋代が怪我するんで行きましょう。ラストですね。おいおい。ラジオネームタイダマーさん、第1回鍋二郎からの視聴者です。一人暮らしをしていますが、怠惰すぎてやろうと思うこと、やらないといけないことになかなか本腰が上がりません。それが理由で幸福度が下がっています。タクやケスは朝活をしていたり、ケスに関しては片付けができたり、お酒と女以外でだらしない一面がないように見えます。こんな自分を変えたいのですが、何かモチベーションを保つコツがあれば教えてください。ああ、俺らもう喋ることねえな。無理無理無理。俺同じ悩み抱えてる俺がいるもん。これ俺かな富士じゃん。富士な気がするな、うん、俺の自演かな、うん、なんか答えがあったら富士が変わってると思うんですよ。ああ、うん、いやそうなんだよ。まずね、ないんだよね。あの部屋をきれいに保つとかっていうのは、あの俺部屋が汚かったらストレスが溜まっちゃうタイプ、うんうん、タイプによるもんだと思うから、うんうん、でもきれいにしたいとか思う部屋散らかってた。あもういや俺潔癖症だから何も言うの。それも言わないよ。その潔癖症って言うの。お前らはあのもうね10年来の付き合いだけどまだ気づいてない俺が潔癖症だという。綺麗好きな本当は、ね、この靴下何日目不明N 日目まあ綺麗好きお前が履き違えてるっていうだけだけどね、うんまあ、そうだね。言葉が違うんじゃない。そう細かいことに目がいくのは確かに、うん、あの気づく時はあるよ、うん、あこんなことに気づくんだとか、うん、そうなんかね人とちょっと観点がずれて、うんうん、ただ綺麗好きではないかな綺麗が好き綺麗好き潔癖症も同じね、うん、それは潔癖症じゃないってそうそうそう部屋汚い人はいやでもね汚いからといって綺麗にしたいよね。わかんない精神論みたいになっちゃうけどさ、うん、
まあ、ちゃんとできないことに対して幸福度が下がりますとか、うん、まあ、部屋がきれいにできないとか、うん、でちょっとその自己肯定感が下がるみたいな悩みがある人ってさ、うん、別に実はそこまで嫌じゃないんじゃねえかっていう説多分、ね、俺は唱えて、俺もそう思う、そう、それでいいからそのままだろう、うん、そうだ、俺もそう思うな、朝起きれなくてもいいやって思ってるから朝起きない、うん、そうだけだと思うんだけど、まあそれはね、うん、非 ADHD 人の理解なき意見まあ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 、うん、ADHD の人についてはあんま俺はもうよくわかんないから、うん、あれなんだけど、俺 ADHD じゃなく別にだらしない生活が好きだからだらしない生活をしてる側からすると、まあ、だらしなくないけどね別に、まあ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 、うん、まあお前から見たらね整理整頓された生活を送ってるように見えるけどね、まあ俺は結構最低限のレベルでやるから、うん、まあ綺麗好き度で言ったらタクよりは綺麗好きなんだけど、うん、別にケスキよりは綺麗好きじゃないぐらいのレベル、確かに、そう、なんか部屋が確かに俺生物が無理なんよ、うん、食べ終わった後のゴミとかが無理なの、うん、だからそれは片してる、うんうん、ただホコリとか普通にあるよっていうレベル、うん、それで自分が快適に過ごしてるからそのレベルを保ってるっていうだけね、うんうん、だからなんか自分の気持ちの持ちようなんじゃないかって思うけどね、なるほどね、そう、お前は生物があっても大丈夫なんじゃない、いや生物嫌だよ生物俺は結構気になってるけどね、ずっと弁当の残量まあ終わった後トモキが片付けるからそう、結局さその時の選択じゃんADHD の人もさその時に選択するじゃん、うん、ここで勝たすか勝たさないか、勝たさなかったら、まあ、残っていく、うん、でも勝たしたらなくなる、うん、でそれがどっちがいいかっていうその選択がある中で、うん、ちょっとめんどくさいから後にしようっていうのを選ぶわけじゃん、うん、それは別にめんどくさいを優先してるだけで、うん、その汚いと無理っていう人はそこで片付けるわけよ、なるほどな、そう、分かったわ、そういうことか、うん、例えばね森山の汚いの嫌だっていうのが100だとするじゃん、うんうん、それに対してめんどくさいが50だったら片付けるわけ、うんうん、そうそうそう、でも俺らの場合は、まあ、俺とタイナマンの場合は、うん、まあ仮に汚いの嫌だが200だったとしても、うん、めんどくさいが500あったりするわけだからその、うん、綺麗じゃなきゃ嫌だのストレスはあったりする、うん、あ、うん、だからそのラーメン、カップラーメン食べ終わった後のさ、うん、汁さだるいじゃん、捨てんの、うん、トイレに流したりとか、うん、そういうのめんどいなってなるけど、 あること自体にはちょっとずつストレスが発生して、まあまあまあそうだろうね、うん、まあ、めんどくさい、めんどくさがりの人っていうのはちょっと難しいね、そこが、うんうん、嫌なんだけどめんどくさいが勝っちゃうみたいな、うんうん、めんどくさいが極限になる時が結構多い、うん、で ADHD とさめんどくさがりってさ、うん、一緒なの、俺はちょっとよくわかんないんだけど、いやわかんない、俺が ADHD って診断されてて俺はこうだからっていう目線でしか聞かれてない、あーなるほどなるほど、うん、でも怠惰のやつってみんな似たようなもんなんじゃないかなって思うけどね、まあめんどくさがりだろうね、うんうん、要は、うん、そう、でも幸福度が下がっていますっていうのは、うん、まあある種諦めが足りてないんじゃないかなっては思う、もう俺もそれは思うな、うん、なるほどね、うん、結局俺は30年間自分を変えようとしてきたけど、うん、結局無理だったから、うん、短期的にはできるんだよ、1日とか、うん、1週間とか、うんうん、結局元に戻っちゃうから、うん、肯定してあげるしかないね自分を、そうだね、うん、モチベーションを保つコツみたいなのってある、いや俺積み重ねだと思うな、うん、なんか、まあ、これまでの俺の人生は目標を立ててそれをクリアすることが多かったから、うん、そこに対してやり続けるしかクリアできないから、うんうん、そうだな、うん、目標の解像度が弱いんだと思うね、あ富士とか、うん、その怠惰くんとかは、うん、そうだ、こんだけ何かをしたらこうなるっていう経験があんまりないから、うんうんうん、分かりづらいから、まあ、例えば朝もう今日は寝ていいやみたいな、うんうん、その一個一個積み重ねて失敗してきたと思うんだけど、うんうん、どうすればいいんだろう、だからもっと簡単なことから、うん、じゃない、うんうん、あでもそれはそうだと思うな、俺もなんかマイルストーンを置けって言われてたよく、うん、そなんか自分がいて、なりたい自分がいて、目標があるとしたら、その中間目標を置いていかないと、まず一気にこれにはなれないから、なれないね、そう、まあ、富士だったら、じゃあ今、朝6時に寝てます、じゃあ明日朝5時に寝よう、4時に寝よう、3時に寝よう、2時に寝よう、で、ようやく12時に寝れたりする。多分タイダマンは2日目で朝まで起きる。いや、俺もそう思う。そう思うわ。そうなった場合は、やっぱさ、その朝6時に
寝る自分を認めてあげるしかない、うん、そう、もう分かんない、自分の起きる時間も寝る時間も分かんないんだから、その上でじゃあこうしてったらちょっとは自分の目標に近づけるんじゃないかなっていう妥協案をやっぱ考えるしかないよね。それは寝不足な人生だよね、しょうがないよね。寝不足な人生の話だ、うん、諦めるしかないかも、うん、もうだってもうここ2、3年富士をどうにかしようと俺らはしてきたけど無理だもんね。もう自分でも変わろうとしちゃう、ダイエット企画とかで、うん、無理ってことを認めるしかない、うん、程度によるけどね。俺は無理だったけどいける人もいるかもしれないけど、うん、でも俺ダイエット企画とかに関しては結構解像度が高かったな。あ、調べてみたいな、ね、知識あるもんね。まあ、7000キロカロリー消費すれば1キロ痩せるから確かにそこまではいくんだろうな、うんうん、結局ゴミ袋から油そばあさっていくこれ理解できないマジで。いやなんかね、魔物がいるのよね、うん、魔物が、うん、なんか多分これ分かる人には分かると思うんだけど、うん、その妥協するのに慣れてしまってるのかもしれない。あ、よく言う、なんか負け慣れてるみたいな発言があるじゃん、うん、そう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 、多分それだろうね。そう、自分との約束を自分で守れない、うん、それの約束、自分との約束の効力が弱すぎる、うんうん、もうなるほどね、絶対って言い聞かせても、うん、何日か経つとそれが絶対減ってきちゃう、うんうん、だから禁煙とかも言うよね、あの失敗すればするほど禁煙成功率が下がっていくっていうのは、うん、それと一緒だと思う、うん、提言していくんだよね、自分との約束の効力が。諦めろってことでいいの？ちょっとね、俺もね模索してるあのそんな偉そうに質問に相談に乗るよみたいな立場ではない俺は一緒に頑張ろうよそうだなただスタンスとしては、うん、あのできなくても自分をあの卑下してはいけない、うんうん、やっぱ自分だけは自分を愛してあげないとね、うん、なかなか理解してくれる人ってそんなに現れないから、まあ、幸福度が下がってるっていうのが問題だよね、うんうんうん、そこだけやな。そう、下げないように調整するしかない、うんうん、まあ、その分やる気出た時はもうやろうバゴーンって、うん、その時のパワーは強いはずない、タイでも、うん、確かに ADHD でした、まあ、ということで、4時20分です、うん、なんでしょう。え、420。ああ、20分前にある出来事が開始されました。はい。藤君の予定が開始されました。というと、4時20分からある人が待ってます。はい。じゃあ4時から今もう20分待ってますね。え、どういうこと？あれ、知ってる。知ってるし、その予定を入れたのも藤。今日エステですね。はい、そうだ。やばい。え、なん？ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュダッシュ。ダッシュダッシュダッシュ。すごいすごい。すごいじゃん。このエステの方々からは今んとこ連続2回30分遅れで来てると。うん。やばいやばい。俺厚にからも言われたよ。あ。各所方面に、ね、お前が遅れるとこっちに来るんよね富士山がみたいな、はい、オアシスのね予定がありましたね、うん、そう、まあちょうど ADHD の話してたからちょうどよかった。絶対気づいてないだろうな、うん、いやこれね、知り合いのエステだからこれ遅れすぎてあの気まずくなって行くのやめたんよ、うん、でそしたらあのいいから来てよみたいな感じで優しくしてくれて、うんで、毎回気まずい思いをしてるんでまあまあまあ、行った方がいいんじゃない、行った方がいいね、うんうん、ということで、まあ、ということで ADHD の皆さん、強くいきましょう。激化もしました、ね、最後僕は遅刻しても幸福度は下がってませんが、ちょっとあのここら辺がなんかそわそわしてますんで、はい、ここら辺で失礼しましょう、はい、第3回エビラジは終わらせていただきます。はい、あ、次回、あ、ちょ、次回フクレナじゃん。あ、そうだ、次回フクレナちゃんだ。こう俺らだけの回とゲスト回をこう1回おきに挟んでいくんで、うん、次回はアリちゃんが呼んでくれたフクレナがゲストとしてくるんで、お、皆さんお楽しみにしてください。はい、下ネタ大丈夫か。ん、大丈夫だよ、ここに来るってことは、うん、いや大丈夫オッケーオッケー、うん、モッフィーの方がやべえから
ダーフィーの方がやばい。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、アンチョー。